みんな、大目地支配の朝比奈河内女将様からご指示があるんです。どうやら北条の残党だった風魔の強みが何かを企んでいるらしい。その風魔の残党を始末してやるそのご指示。先代の風魔小太郎はわしが倒したが、その息子が後を継いで四代目風魔小太郎になっているらしい。その風魔小太郎を除いては、あとは風魔の四天王だけ。その五人を目指せば、あとの名は皆右往の衆。いいか、決して油断するでないぞ。はい、はい。神の国ってここからは遠いのですか？うん、東条椿、必ずみんな無事に帰ってこようなはい、私は残ってみんなの帰りを待ってたらいいの？おれん、お前の顔にはあやめと一緒に久しぶりに旅がしたいと書いてあるぞ。え？あら、そう？あやめ、バレてしまった私も久しぶりにお礼ちゃんと旅立ちたいわ。でも、お頭が許してくださるかしら。許すも許さぬも、もう俺は行く気満々じゃ。ほんまに嬉しい。母親と一緒に送るなんて最高。ねえみんな。はい、はい。あかね、用意にかかれ。よいか、みんな最後の国に入ったら決して油断はするな。よいな。はい。お頭様、では私は用意にかかります。すぐ手伝っておくれ。はい、母上。別れて進みましょう。桔梗は椿と、あやめは私と、さぎりは楓と、あかねはお頭と行動を共にしておくれ。はい、はい、行こう椿。はい、桔梗さん。では私はお頭のもとへ参ります。お蓮様、お気をつけて。うん、ありがとう。忍びの仕事をするのはもう何年ぶりだろう。もう15年くらい前になるよ。おれんちゃんがお頭と夫婦になる前だったから。そうか、もうそんなに前か。15年、あっという間だった。これからも二人で忍びの仕事を頑張ろうね。おれんちゃんは必ず私が守るわ。じゃなきゃお頭に叱られちゃう。もう、あやめったら。行こう。棟梁、我ら風魔、一体いつになったら世に出れるんですか？まあ焦るな。奥義御庭番支配の朝比奈河内の神さえ始末すれば、北条池の神様が支配となり、我らを公儀お庭番として推挙してくれるわ。うえうえうえ。毒虫、もう手下の忍びたちは向かっているぞ。我ら四天王は出るまでもない。公儀お庭番の奴らの手下たちで十分さ。虎丸、油断は大敵だぞ。
伊賀の忍びの中でも柘植州には風の兵衛というすごい忍びがいると聞いた。風の兵衛のことは聞いてる。やつはもう年で柘植の里に隠居してるとも聞いたぞ。風の兵衛は昔先代小太郎つまり父上が戦って敗れていわば仇だ。必ず俺が倒す。よいな。倒してもよい。だが兵衛だけは俺が倒す。よいな。ああ。しゃあ。先、行くぞ。ああ。受けがなるぜ。はい。はい。ついてこい。行っちゃってるんすか。ドギ、お前は俺と一緒だ。ふん。やってやるぜ。早く奴らを始末しに行け。棟梁、そんな緩い稽古で何になるんですか。こいつこのままじゃ使い物にならねえですよ。お前は黙ってろ。お前に言われなくても分かってる。さあ、切れずに、もう一度来い。
伝えるよね。でもお姉ちゃんと一緒にお役目を果たせるのは本当に嬉しい。ありがとう。さあもう敵の近くだよ。行こう。お前たち、どこの忍びだ。風魔の里に何の用があって入り込んだ。お前は風魔の忍びか。俺は風魔四天王の一人、トラマル。お前たちは誰だ。私たちは、公儀お庭番、伊賀菅の者。ちょうどよい。気の毒だけど、ここで死んでもらう。お前たちはこの俺を倒すというのか。笑わせるな。お前たちこそここが頭だ。お前ら行け。どうしたかかってこないのか。おれん、ここは私が先に行く。伊賀忍法くぐつかい。くそ、なんだこれ。体が動かねえ。くそ、お前はもう動けない。さあとどめを刺してやろう。助かったぞ、鬼火。トラマル、何やられてんだ。これは一つ貸しだぞ。さあ、お前は棟梁へ報告へ行け。俺が相手になってやる。おう、鬼火、あとは任せたぞ。お前もあいつの仲間か。いつでもかかっておいで。伊賀忍法くぐず使い。おっと、お前の目を見たらさっきの虎丸のようになる。風魔忍法術返し。私の体が動かない。伊賀忍法影縫い。くそ、動けない。あやめ、大丈夫。危なかったね。さすが風魔の忍び。油断したらやられる。オレンちゃん、ありがとう。さあ、行こう。棟梁、鬼火が。鬼火がどうして。やられました。やられた。誰にだ。伊賀の久野一です。久野一。相手は何人だ。二人です。二人か。未熟者め。わかった。後で皆に報告する。ご苦労だった。
した毒虫、落ち着いて放て。よし、分かった。ご苦労。何者？出てこい。小作の小娘が。行くぞ。風魔忍法、はがくれ。大丈夫？はい、大丈夫です。かすり傷です。やっ！
立てないわ。だから修行しなさいって言ったでしょ。すいません母上、父上に必殺技の音の人たちを教えてもらおうと思います。あなたにできるの？頑張ります。そう、お頭様、お帰りなさいませ。うん、みんな大丈夫だったか？はい。ゴレン、お前はこれからあやめを連れて次の里に帰ってくれ。え、どうした？うん、朝日奈様から連絡があってな、薩摩の踊り下が何やら企んでいるらしい。サスケと合流してくれ。でも風磨は？ここは俺が片付ける。風磨もあと小太郎を入れて4人任せておけ。薩摩を頼んだぞ。おれん、あやめ、あっちが伊賀かな。そうだな、ようやく薩摩に着いたことだ。さっき死ぬんじゃねえぞ。あんたも絶対死ぬんじゃないよ。よし、行くぞ。お前こそ気をつけて、サスケとサツマの仲間たちを助けてやってくれ。はい。では、お頭、みんな、お無事で。キグエ、お願いがあります。お願い？なんだ？私に、キグエの、おとなしのタッチを教えてください。おとなしのタッチ？はい、おとなしのタッチを相手にすれば、あのフーマの闇の闇ガラスに勝つことができると思うのです。あいつの歯隠れのタッチに対抗するにはおとなしのタッチ。よし、わかった。だが簡単ではないぞ。はい、わかっています。みんなの足手まといになるんじゃないよ。頑張るんだよ。はい、母上。死ぬんじゃないよ。母上。他に異常はない。引き続き頼むぞ。気をつけろ。
賀忍法霧隠れ。小娘どもが俺が相手するまでもね、お前ら相手してやれ。待て、あまり変わんないね。祈りのことなんてあまり変わらないよ。早く伊賀の里に帰りたいな。そうだね、早く終わらせて伊賀に帰ろう。うん、帰れ、死んじゃダメだよ。姉さんもね。
馬忍法山嵐。闇ガラス、いよいよ最後の戦いになるかもしれない。小太郎様、俺が先に行きます。棟梁、私も一緒に行かせてください。お前はここに残れ。いえ、私も一緒に戦いたいんです。風魔の血を絶やさぬためにはお前が生き延びるしかないんだ。わかりました。行くぞ闇ガラス。奴らを殺しに行くぞ。なぜ公儀は俺たちを目の敵にする。同じ忍びなのに風魔と伊賀は何が違うんだ。俺はわしらに言われてもわからん。時代にお前たちが嫌われたというだけよ。どうした、とどめを刺さないのか。とどめを刺すのでもない。甘いな。忍びに情けは無用だ。早くとどめを刺せ。とどめは刺さない。また俺たちをバカにするのか。風魔はまた復活する。
なぜ自決など。妖英、よくも俺の仲間を。仇は討たしてもらうぞ。お前も早く仲間のところへ行ってやれ。寂しがっておる。何よ、行くぞ。終わった。お前は先に仲間のところへ行ってやろう。はい。俺は後を片付けてからじゃ追いつく。もうすぐ釣れることだよ。はい、キキョウさん。お腹減りました。私もみんな、帰ったらおにぎり作ってあげる。わーいそうだ、お頭にも作って置いとかないとね。行こう。はい、はい、はい。何見てろ。いつかきっと私が風魔を再興してみせる。